ふたりパパ。みなさんこんにちは、ふたりパパのみっつんです。今日はご要望の多かったスウェーデンのクリスマスマーケットをご紹介。マーケットの雰囲気はもちろん、北欧の生ハゲが出てきたと思ったら、突然19世紀の農家にタイムスリップ。伝統的なクリスマス豚足ディナーに心洗われる歌声、世界遺産も散歩して、これを見るだけで北欧に行った気になれちゃうクリスマス動画、もちろんリアルサンタも登場しますよ。それでは行きましょう、ふたりパパのメルヘンすぎる北欧伝統のクリスマスマーケット。12月最初の週末、僕らが住む北スウェーデンのルレオでジュールマルクナードクリスマスマーケットが開かれるということで、親子3人でやってきました。息子くんはお腹が空いたのか、ワンコール食べたいらしいです。この日の気温はマイナス7度。今年は雪が少なくはあるのですが、ルレオはホワイトじゃないクリスマスはありません。このクリスマスマーケットが開かれているのは、世界遺産ガンベルスタードの教会街の丘のふもとにある野外博物館。以前ふたりパパのチャンネルでは夏に YouTube ライブでご紹介しましたが、冬の美しい景色はまた暗くなってからご紹介したいと思います。ということで、こちらの入場料は大人50クローナ、日本でいうところのペイペイのようなスウィッシュというサービスで支払います。そして入場すると待っていたのは、ハロー、ハロハロ、マルコー。クリスマスマーケットはオープンと同時にすごい人で、大きなツリーも綺麗で、その雰囲気をゆっくり味わいたいところですが、息子くんもお腹が空いたようなので、まずは腹ごしらえから。マルコール。タック。マムセ。ああ、タック。タック。タック。ご飯ぶりあれ。ゆかパパがミツパパのために作ってくれてます。ゆかパパはケチャップない。ああ、あ、オッケー。タック。もう冷たいんだけどハンバーガー。早く食べた方がいいね。うん、美味しいね。お腹に物を入れるといくらか体も温まった感じ。ちょうどスウェーデンのサンタトムテに会える場所があるということですが、おや、なんだか見たことない怪物が建物から出てきましたよ。なんだか生ハゲみたいにも見えますが、あれは一体何なんでしょうか。どうやらユールボッケンと呼ばれているようですが、もう少し詳しくファルモルに聞いてみましょう。ユールはクリスマス、ボッケンはヤギという意味で、クリスマスのヤギという意味のユールボッケン。一般的にユールボッケンというと、こういう藁でできたヤギやイェブレという町の巨大な藁ヤギをご存知の方もいるかもしれませんが、このユールボッケンの最も古い記述はスウェーデンでは18世紀初頭のもの。もともとは若者たちがユールの時期に農場を回り、芝居や歌などの余興を行っていたのですが、そのうちの一人はヤギ役として藁でできたお面をかぶっていたようです。そして余興の後には若者たちはお金や食べ物を受け取ったんだそう。しかし19世紀に入るとブルジョワ階級ではヤギの格好をした男性がプレゼントを配るという風習となり、その後家畜小屋の守り神である小人トムテがヤギと共に贈り物を配ってくれるという伝統に変化。しかし他国のサンタとトナカイというイメージがここスウェーデンにもやってきて、
スウェーデンのトムテもヤギではなくトナカイに乗るようになりました。ちなみに新約聖書の世界ではヤギは悪魔の象徴。しかしそれ以前の北欧神話の中では雷神トールが乗っていた戦車を牽引していたのが2頭のヤギであり、重要な存在として扱われ、現在でも大切な伝統の一部となっています。おーい、そんなユールボッケに別れを告げ、次に向かったのは現代のトムテ。次にやってきたのはスウェーデンではトムテと呼ばれるサンタのお庭。お話ししたりするには長い行列に並ばなければならず、息子くんは断固拒否。でも外から眺められるのは良かったです。トムテいた？Får man klappa renarna? Ja. Ska du gå och klappa renarna? Är renar så här lugna normalt? Eller är de tränade för att vara... Deras mammor vill inte ha dem, så de har ju bara... Ja, har du med människor? Ja, innan ni med människor. Den är bara blev lite... そしてここは野外博物館ということで、伝統的な農家の家や納屋などが立ち並んでいるわけですが、そういった建物もクリスマスマーケットの一部。可愛らしい手作りお菓子も並んでいます。あ、ちょうどお菓子作りが得意な昔のご近所さんのお店でした。うん、サフラン、で、ゆってごっ。Vad har du fått? Det här smakar mint. Aha, är det tjock och mint? Här är det fischad. Eller vad är det? Åh, det var jättehållt. ということで、クリスマスマーケットのいろんなお店を覗いてみましょう。
クリスマスマーケットを巡った後、息子くんといとこちゃんは動物がいるエリアにやってきましたが、寒がりのミツパッパは厚着をしてきてももう限界。少しだけあったかいところに行きたいと息子くんをファルモルたちに預け、リカパッパと昔の農家が再現されている家にやってきました。暖炉に火がくべられていて、こわばっていた体がちょっと緩みます。ただなんだか家の中が騒がしいですよ。これはシアターなの？プロメナードシアターと呼ばれるタイプの体験型演劇。ちょっと1880年代の北スウェーデンのユールアフトンにタイムスリップしてみましょう。Han ljuger som en häst galopperar. Det ser väl vem som helst att det där är en smör. Den här smörfilen som jag har levererat till som konunglig fågelleverantör. Tror du att vi är helt imbecilla på den här gården? Mycket fin. Vi har ju mycket gäster här idag. Är det någon som vill köpa? Ja, av Anton. Den här kostar 50 000 riksdaler. Och den här är lite billigare. Den kostar bara 39 000 riksdaler. Jag tror inte att den här skulle duga som rövsticka ens en gång. Ja, den gör den visst. För jag har faktiskt provat den. Kan man behöva göra allt i den här gården? Släng den i spis. Släng den i spis. Nej, inte rövsticka. Den är jättebra. Det här, det där ska du få någon ersättning för. Du kan alltid prova. Gör någon nytta. Kom inte in här en gång till. Nej, försök inte lura någon. Det här är kvalitet. Det här gör vi på gården till mellan. Det gör du själv. Hej med dig. Det är stöd. Jag ska anmäla dig till landstaden. Han ljuger som en häst galopperar och han försöker stjäla julbordet. Dessutom... Se till att han går ut genom dörren och inte in i salen. このやつは多分外から来たやつ、あんまり家もないし、なんかでもいろいろ売りたい人だったから、お母さんは早く出よう出よう。でもお父さんちょっと買いたそうだった。いや、あれ、でもまたあの男が戻ってきたみたいですよ。Vad är det här för någonting? Ja, håller fast. Vad är det här för någonting? Det luktar illa. Här är salsa. Ja. Nej! Nej, sluta av den! Nej, stopp! Nej! Sluta! いつもだったら歓迎されない流れ者の男ですが、この日はユールアフトン。お腹を空かせた男にトムテグレートと呼ばれるジュールに食べるミルクがゆを分け与えているようです。ということで、お芝居も一段落。19世紀末のこの裕福な農家をミニルームツアーしちゃいましょう。このキッチンダイニングですが、ハウルの動く城のようなこの開放型の炉は料理や部屋を温めるのに兼用になっていて、水が貴重だった当時はこのように桶にお湯をため、食器を洗い、洗ったらそのまま上のラックに置いて乾かしていたようです。その上を眺めると特徴的なむき出しの梁、農具を置いたり子供用のブランコ椅子をぶら下げるのに便利なわけですが、この丸いもの何かわかりますか？これは硬いクラッカーのようなパン、トゥンブルードとも呼ばれていて、保管の仕方が変わった現在でも穴のあるこの形は引き継がれ食べ続けられています。そしてこの赤ちゃんの伝統的な揺れるベビーベッドは息子くんも赤ちゃんの時に使っていたんですよ。そしてこのドアがついているのは棚などではなく、実はベッド。小さく見えますがなんか心地よさそう。
そしてこちらが主寝室、かなり立派ですね。そしてどの部屋にも薪をくべる場所があり、こちらの部屋にはなんとそこにアイロンが置いてありましたよ。そして最後の一番大きなこちらのお部屋、リビングルームに入ると当時のジュールが再現されています。まずはこちら、ごちそうが並べられていて、トムテグルートやソーセージ、チーズにパテなど現在でも食べられているものもありますが、最近では見かけなくなったものとしてこの豚足やタラの塩漬けなどが印象的。ただ今でもこれは食べられていて、この時期になるとスウェーデンのスーパーにはこうやって豚足が売られているんですよ。そしてジュールの時期の特別なフィーカは揚げたドーナツ、いつか僕も作ってみたいと思います。ルシア、ちょっとルシア聞きに行く。タツミケ、この歌サンタルチアンは元はイタリア・ナポリの民謡ですが、スウェーデンでは12月13日のセールシア祭にろうそくを持った合唱隊が列をなして歌うこのルシアトーグが、光の象徴の黄色いパンルッセカットとともにスウェーデンでは欠かせない風物詩となっています。寒いね。ちょっと教会だけ行ってみる。ちょっと、うん、じゃあ、せっかくだからということで世界遺産の教会へ行くことに。このネーデルーレオ教会は500年以上前に奉建され、周りには遠方から訪れる参拝客のための宿坊として400余りものコテージが建てられ教会街となりました。1996年にはユネスコの世界遺産として認定。一部の建物は現在も居住者がいながら歴史を感じられる観光地となっていますが、ジュールの時期はまた特別な雰囲気。教会の内部は以前ライブでお伝えしたことがあるので、よろしければ概要欄からそちらを覗いてみてくださいね。そして隣のビジターセンターに入ってみましょう。1階にはこれまた多くのお土産が売られていますが、2階には小さな展示室が用意されていて、この教会街の歴史や教会の建築の秘密などが知れるようになっています。あと馬車に乗ってる風な写真が撮れる撮影スポットも。そして外に出るともう真っ暗でも現在時刻午後3時。これが極夜のリアルです。本当はこれで帰ろうと思っていたのですが、クリスマスマーケットは4時まで開いているということで、この夜の雰囲気も覗きに行こうということになりました。午後3時で夜のクリスマスマーケット、冷え込みも厳しいのですが、だからこそ温かい伝統の列が暗くなりがちな心に光を灯してくれます。そしてさっきは人がいっぱいで入れなかった、昔懐かしい雰囲気が残るお土産物屋さん、中に入ってみました。
Ljud på flera saker. Jo, det går jättebra. Vill du betala kontant eller tänkte du? Det är det inte. Det är det inte. Det är det inte.今日ゆるまるかな、どうだった？なんでかわかる。なんでだけ僕は欲しいのもってもらわなかった。欲しいのもって何もらわなかった？ハンブルやれ、ハンブルやれ。ああ、でも一番最初はさ、バルコル、バルコルってずっと言ってたからさ、バルコル。だからデカババルのコルで買ってくれたんじゃない？クラファもう一回食べ物欲しかった。だからあ、じゃあソフミで行くね。まだお腹空いてる？オッケー。じゃあなんか食べに行く？あ、でもファルモのとこ行くの？ファルモのとこに行く。あ、オッケー。ハンブルやる食べる？わかんない。ハンブルやるは食べないと思う。でも今日、お家にまだご飯あるから。うん、ハンブルやれ。あなたはじゃあハンブルやるで焼いてあげる、冷凍のやつあるから。オッケー。じゃあ、リカパパどうでしたか？うん。楽しかった。楽しかったね。うん。いろいろな人、あった。うん。いつもハンブリアレも美味しかった。あ、ハンブリアレ美味しかった。ごめんね、パパと食べちゃった。あ、いや、まあ、ということで今日の動画はね、ここまで。もう一回行こう。揺れてる揺れてる、落ちちゃう携帯。なので、まあ、今日の動画はここまでになります。うん、チャンネル登録、高評価ボタンなどよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ最後グッドユーって言って終わろうか。あ、そうなの。せーので、グッドユーって言える？Okay, せーの。ゴーゴーユールバあ、もうすぐ送れなくなる。とんでも僕のパンパン倒せねさーて、来週の二人パパは三つんです。ルレオのクリスマスマーケットいかがでした？もっと日本と近くて、皆さんが実際にここに来られればいいのにっていつも思ったりしています。北欧のクリスマスの雰囲気を続けてお伝えしたいところなのですが、なぜか来週はがっつり和食、クリスマスの雰囲気はゼロです。お魚加えたドラ猫が好きそうな今が旬の青魚ニシンを使って、我が家の恒例ニシンのひつまぶし風をご紹介します。さて次回は、三つをふるさとの味にむせぶ、三度美味しいひつまぶし、息子のり巻きにハマるの3本です。次回もまた見てくださいね。Sten, sax, påse, vad blir det? Hallå, vi är.